自民党の自治体議員と統一教会の関係についても徹底的に総裁として調査すべきではないですか。岸田総理大臣、選挙の中でいろいろなやり取りが行われる、文書のやり取りが行われる、これが今の現実であります。その中にあって、そうした文書のやり取りが結果として選挙の支援につながったかどうかがポイントであるとご説明をさせていただいています。それをこの各議員が説明すべきである、このように申し上げています。そして今の質問は地方議員の方でありますが、これ地方議員につきましては、まず自民党として、この旧統一教会および関連団体と一切関係を持たない方針である、この方針を踏まえて、すでにこのガバナンスコードを改定し、この対応方針について党所属全国会議員、それから全国の都道府県連にこれを通知をしたところであり、これを徹底していくというのが自民党の方針であります。実際この徹底する方針について、全国の都道府県連、全国の地方組織と自民党党本部の間でどのように徹底していくのか、その方策について議論を進めているというのが現状であります。こうしたことを通じて地方議員においても徹底を図っていきたいと考えています。福島瑞穂さん、選挙って一番重要じゃないですか。政策協定結んで選挙を応援してもらい、その政策の実現をするんですよ。統一教会と何十人もやってきた、これきちっと出すべきですよ。